皆さんこんにちは、マリコです。はい、お正月といったら福袋、こちらユナマンションではですね、今福袋が販売されてるっていうことで、今回はその福袋のアイテムを使ったコーデを何個かお見せしたいと思います。横にですね、じゃじゃーん、こうして福袋のアイテムを使った商品たちがずらり並んでおります。この中からカラーはランダムで配送されるということで、アイテムをそれぞれ見ていきたいと思います。で、さっきも言った通りカラーはランダムで配送されるのですが、とっても伸びる伸縮性が抜群になっておりますね。ロングスカートもカラーがちょっと他にあったと思うんですけど、結構長めの、私が162ぐらいなんですけど、結構長めのロングスカートになっているのですが、ウエストをね、しっかりこのゴムのベルトでウエストを結構ちゃんとね、キュッてしてくれるのでおすすめですね。こちらのあったかニットベスト、福袋の商品ではないのですが、こうやってね、皆さんも N のアイテムと合わせて着てみてください。次はですね、こちらですね、じゃじゃーん、おお重い。こちらはですね、アウターそしてワンピースになってるんですけども、皆さんどれが福袋のアイテムだと思いますか？こちらでございます。あ、これ普通のコートじゃないんだ。皆さん、皆さん、普通のちょっとアウターかなって思うんですけど、私今発見しました。後ろにね、絞り、なんて言えばいいんだろう、なんかね、可愛いディテールがありますね。こちらのアウターは福袋の商品になっていて、とっても可愛いです。そしてこうやって、こういったシースルのね、インナーと合わせてワンピースをこうやってコーディしてみました。こちらも結構独特なデザインのワンピースなんですけど、とてもおしゃれで可愛いですよね。結構長めかな、長めだと思います。続いてはですね、こちら全部が福袋の商品になっております。こちらのマフラーとですね、あとこちらのセットアップかな、セットアップになっております。でも着心地のいい、家でも着れちゃうようなホームウェアのような、でも外に着ても全然おかしくない、とても可愛い、楽なデザイン、楽な着心地と、あととてもシンプルなデザインで、とても可愛いですね。幅広い年齢の方に着れると思います。はい、こちらのマフラーが、このマフラー、あったかいマフラーが福袋のアイテムです。次はですね、このコーデになっておるのですが、この中の福袋の商品はこちらのスカートになっております。で、こちらもカラーが他にあるのですが、見えますか、プリーツスカートかな、のロングスカートで可愛いです。ちょっとベルベットみたいなね、テカリのあるテカリのあるデザインになっておりますけども、はい。そしてこちらフリルのインナーを合わせて、そしてその上からちょっとカジュアルなトレーナーを合わせてみました。こちらもメルシーということで、はい、とても可愛いコーディになっております。こうやって着たいと思います。
とんどの商品がですね単品でも購入が可能なのでぜひチェックしてみてください。皆さんユヌの福袋コーデどうでしたか？もうとっても可愛いですよね。今回はですね品目ってよりもカラーが別々に届くとランダムで届くということで皆さんとてもドキドキワクワクしていると思いますが、今この動画が上がった時ね時期がちょっとわからないんですけど、どう過ぎちゃってるかもしれないし過ぎてないかもしれないしわからないんですけど、皆さんもぜひチェックしてみてください。はい、それでは今回動画最後まで見てくれてありがとうございました。コメントそして高評価そしてチャンネル登録必ずよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。